まるで、日本のサグラダ・ファミリア、だ。7年半前に始まった秋篠宮邸の改修工事は、終わりを迎えたかと思いきや、あれこれと理由をつけては追加工事が繰り返され、決して、完成、しない。国民に向けて説明が必要な段階に来ているのではないだろうか。秋篠宮ご夫妻は10月5日、 京都府立植物園の開園100周年を記念する式典に出席され、記念植樹に臨まれた。紀子様が植えられたのは、学問の神様として名高い菅原の道真にゆかりのある、ペニワコン梅だった。久人様の大学受験が目前に迫っていますから、第一志望校合格への願いを込められたのかもしれませんね。皇室記者。 笑顔を絶やさずに公務に臨まれたのりこさまだったが、その心中は穏やかではない。紀子さまは9月の58歳の誕生日に際して発表された文書で、インターネット上でのバッシングについて悲痛な思いをとろされました。思い返せばここ数年、まこさんの結婚や加子さまの一人暮らし、久さひとさまの進学先など、紀子さまは悩ましい問題に向き合われ続けてきました。 特に議論を巻き起こしたのが、国民がコロナ禍で日常生活を制限され困窮する中、大金を投じて行われた秋篠宮邸の改修でした。どうやら最近、この秋篠宮邸で、新たな修繕工事の計画がスタートしたようなのです。前出皇室記者。宮内庁が発表した、秋篠宮邸各所修繕第2回工事。 10月1日、宮内庁のホームページが更新され、秋篠宮邸各所修繕第2回工事が明らかになった。そもそも、秋篠宮邸を新しく建て直す計画が持ち上がったのは、およそ8年前、2016年頃のことだった。秋篠宮様が講師になられる5代代わりを控え、 当時の秋篠宮邸は築40年を超え老朽化が目立っていたので、大規模な改修は当然のことでした。着工は2017年1月で、工事は二段構えで行われました。まず、工事中の秋篠宮ご一家の仮住まいとしてご家宮所を建設。続いて、ご一家が移り、無人となった秋篠宮邸を建て替えレベルの全面改修。 工事終了後、ご一家には秋篠宮邸に戻っていただき、役目を終えたご家具所は、職員の事務所や収蔵庫として活用する計画でした。宮内庁関係者、2019年2月には総工費9億8000万円をかけて未家具所が完成し、秋篠宮ご一家は住まいを移された。しかし、ここから徐々に計画にほころびが生じ始める。 秋篠の宮廷の改修の当初の予算は25億円だった。ところが、2020年に工事が始まると5億、2億、1億円とたびたび予算が追加されました。住み空間へ強いこだわりがあるのりこ様が大理石はイタリア製で、もっと金をふんだんに使ってほしい、と様々なリクエストをしたからだとされます。 結局総工費は予算から10億円近く増大し、約35億円に達しました。全出区内庁関係者。